サスケ、お前の方こそボロボロじゃねえか。はぐらかすな。お前が見せたあの力のことを聞いてるんだ。ボルト、お前、まさか本当にあの一式を倒すとは。あ、もしくお前なのか。こうして出てくるのは二度目になるか。その声、厄介な時空間忍術は封じた。これで貴様らはどこにも逃げられる。やはりいいものだな。自由に動けるというのは。お前も自由になったのだ、カワキ。なんてざまだ、ボルト。てめえ、ふざけんなよ。大筒木一式の魂は完全に消滅した。もっと笑うが束の間の自由だがな。お前の場合は諦めろ。一式はもういねえ。聞こえてんだろ、ボルト。そんな奴に操られてんじゃねえ。さっさと目覚ましやがれ。十尾に食わせる餌がねえ以上。果たしてそうかな。解凍は相当進んでいたようだな。これならいける。大丈夫か、カワキ。カーマそのものは消えたかもしれん。すでにボルトと同程度。解凍は8割方完了している。その体に溶け込んだ大筒木のデータは今も消えずに。そう、お前の体はもはやほぼ大筒木のそれなのだ。多少小さめの木にはなるだろうが、ある程度の実は収穫できようが。なんだと。つまり神樹のための生贄として十分使えるという。一式がどこぞに隠した十尾を手に入れ。カワキ、いい加減にしろよ。どいつもこいつも俺を物扱いしやがってよ。お前を食わせて我が身をいただくとしよう。こいつ、今の攻撃はカーマを使えば簡単に吸収できたはずだ。貴様、自分のまな弟子を手にかけるつもりか。なのに、ウチハサスケ、たとえ殺すことになってもな。アマテラス。ボルトはチャクラを大きく消耗し意識を失った。まあ、ただやはりそうか。逆を言えば、チャクラさえ回復させればボルトの意識が戻る可能性が。吸収することでボルトのチャクラが回復すると困るからだ。他に理由がない。根拠はあんのか。カーマだ。奴はカーマによる術の吸収をやろうとしない。ウチハメ、どうやら感づいたな。手負いとはいえ、チャクラを吸わせるか。奴の懐に飛び込み至近距離から火遁を食らわせる。奴の狙いはお前だ。もし俺がしくじったらお前だけでも。この術には一度してやられたが、なるほど、便利なものだ。逃げろ、早く。無駄だ、もうどこへも逃げられぬ。つくづくめんどくせえ野郎だぜ。なんだと。これは分身ではない。自分を燃やしている。せっかくの生贄を失ってたまるか。くそ、やむを得ず吸収してしまった。大した回復量ではない。まだ寝てろ。もう行くぞ、カワキ。いい加減もう引っ込んでもらうぜ。こうすりゃちっとはすっきりするだろう。やめろ。お互い様だ、クソ兄弟。ナルト、そろそろ最後の時が来たようだ。ああ、そうみてえだな。僕に落ち着いてるじゃないか。今さらジタバタすんのもなんだしよ。それにあいつらが大筒木を倒すところも見られたしな。言うことねえよ。ひまわりやひなたに別れを言えなかったのは残念だけどな。実際話してみるとカワキは悪いやつじゃなかった。あいつと話したのか。
でもよ、ボルトとカワキ、本当の兄弟みてえだな。あいつら刺激し合ってどんどん成長してやがる。まるでお前とサスケみたい。俺も昔は兄弟がいたらなって思ったこともあったけどよ、俺のそばにはお前がいてくれた。ふん。ある意味で兄弟以上さ。考えてみりゃお前とは生まれた時からずっと一緒なんだしな。何感傷に浸ってんだ。お前らしくない。まあ最後だし思い出話でもするか。わしは憎しみの塊だった。生まれたばかりのお前の中に押し込められた後もわしの中に渦巻く憎しみが消えることはなかった。この力のせいでみんなに怖がられもしたけど、それと同じくらいクラマには助けられた。人間ってやつは美獣の持つ力にしか興味がねえ。九尾だ八尾だと、お前だけはわしら美獣のことを名前で呼んでくれたんだ。クラマが名前を教えてくれた時のことはよ、よーく覚えてるさ。あの時は本当に嬉しかったな。それによ、お前が助けてくれなきゃいつ負けてもおかしくない戦いばっかだったしな。最後にわしとお前であの大筒木に一泡吹かせてやれた。こんな時に冗談言ってんなよ。まあいいじゃねえかよ、最後くらい。ナルト、お前と一緒にいられて本当に楽しかったぜ。俺も楽しかったってばよ。あの世って場所でも一緒にやっていこうぜ。こうして一緒にくたばんのも悪くねえさ。ナルトよ、お前勘違いしてないか。何言ってる、もしかして。わしの命と引き換えに力を得ると、初めからそう聞いてればお前は躊躇しただろう。いや、下手すりゃ反対してたかもな。それしか道はないと理解していても。クラマ、お別れだなると、代償はわしの命だ。ナルト、お前じゃない。そんな目で見るな。わしはもう行くが、気ぃつけろよ。もうお前には以前のような超人的な強さはねえし、わしはついていないからな。クラマ。